はい、おはようございます。栃木のたけし農場です。今からね、きゅうりのネット張りをやります。で、前回の動画でね、ネットの 幅っていうかね、高さがね、低いもの、短いものをね、買ってきちゃいまして、ネット張れませんでした。で、前回の動画をね、撮った後に農協行きました。で、農協行ったんですが、やはり季節、今ネットキュウリ、プロの農家がね、ネットキュウリのネット張る時期ではないんですよ。もう1ヶ月ぐらい遅いんだよね。で、やっぱりこういうものは季節商品で、その季節には商品棚にね、並ぶんですが、その季節を外しますと、あまり置いてありません。で、まあ、オフシーズンに行っちゃったんでね、手に入らずに、結局ね、最初農協へ行って、在庫がなくて、農家の店、みのりっていうね、農家の店へ行きまして、ありました。で、よく考えたら去年も、みのりで買ってきたんだよね。なんとか近場で間に合わせちゃおうと思ったのがね、結局間違いのもとで、あちこち歩いてね、結局あと最初からみのりへ行っちゃえばよかったなと、ちょっと反省してます。来年以降はね、もうこのネットキュウリはね、キュウリネットはね、みのりで買うようにします。まあそんなわけでね、すったもんだあったんですが、無事ね、ネットを買うことができました。で、商品名はこのキュウリネットです。で、メーカーはどこだろう。あ、メーカー名書いてないな。多分、まあ、中国製かどっかだと思うんですけどね。で、これ、開封すると分かるんですが、やはりね、ネットの両脇が、色違いになっていてね、そのネットの裾の部分にこう紐を通して、展開するというやり方になります。これからね、それをやっていきたいと思います。よいしょ。ちょっとオフフレームになっちゃうんだね。ちょっと画面大きくしますね。よっこいしょ。よいしょっと。ちょっと離した方がいいのか。ちょっとこう斜めのがいいのかな。ちょっとアングル決めますね。よいしょ、あれ。もうちょっと離した方がいいのか。よっこいしょ。あんまり離すとね、声が入んなくなっちゃうんだよね。ちょっとオフフレームになっちゃうかもしれませんが、まあ一応見える範囲で説明しながら貼っていきたいと思います。よっこいしょ。じゃあ、まずね、これがね、前回買ったネットと同じですね。紐を通す部分が色違いになってます。で、これネットの向きがあるんですけど、これ展開してみないとネットの向きわからないので、とりあえずこれをアーチパイプに1回、またがせちゃいます。よっこいしょ。そうだ、それでネットの幅ですね、幅、高さ、3.6メーター、前回がね、1.8メーターだったので、その倍の長さです。3.6メーターっていうのが売っていました。じゃあまずこれをね、展開しました。で、これが一番下の部分ですね。じゃあ一番下の部分に、こいしょ。これループがあって、まあこっちから通してもこっちから通してもいいんですけどね、まあ後で方向を揃えますので、まあ適当にまず紐を通しちゃいます。よっこいしょ。
よいしょ。で、じゃあ、こっちから通しますかね。はい。あ、これじゃダメなの。一緒に縛っちゃってどうすんの。一緒に縛っちゃったら展開できない。はい、まあ、ここでね、仮止めします。で、もう、ここにね、紐を通しましたので、これバラバラにならないので、この縛ってある、この白い紐をほどきます。ああ、そうだ、脚立持ってくの忘れちゃったな。脚立持ってくの忘れちゃった。脚立なくても大丈夫かな、展開までは。よっこいしょ、これ。脚立を持ってくる。2、3日前まで脚立あったんですけどね。脚立をちょっと。はい、で、ちょっと軽くね、軽く展開します。で、この一番端がね、こういう紐が出てますので、これで一緒にね、くっついていかないように、紐で簡単に縛っておきます。よっこいしょ。ワンスパンかツースパンね、軽く広げます。よっこいしょ。やっぱり脚立ないとダメですね。脚立がないと頭の部分一回軽く縛なしなんないんでね。脚立持ってきます。一回動画止めます。よっこいしょ。はい、じゃあ脚立がね用意できましたので、スタートになります。で、まずね、トンネルの入り口の部分を作っていきます。よっこいしょ。はい、でこの緑色になっている部分がセンターに なります。真ん中です。真ん中を軽くこの辺に止めておきます。はい、で、これからね、下へ下がっていきます。よっこいしょ。よいしょ。よっこいしょ。じゃあ反対まで行きましたんでね、カメラをちょっと移動します。はい、じゃあ反対側にねカメラを移動してきました。で、先ほどの続きですね。トンネルの入り口の部分を作ります。で、これがね、ネットの網の出る方向です。で、これを、まあ、こういう方向で出てきますので、こちらからね、通しちゃいますと、180度川逆になってしまいますので、このお尻の方からね、トンネルの出口の方から通します。入り口から出口に向かってね、展開していきますので、お尻側の方から、出口側の方から、紐を通します。よっこいしょ。よいしょ。これと。よいしょ。もう。組みつかったかな。よっこいしょ。はい。トンネルの入り口側の位置決めができましたので、マイカー線を通してね、
はい、ここに仮止めします。よっこいしょ。これね、先に紐ほどいちゃいますとこれバラバラになっちゃってね、この向きが分かんなくなるので、必ずねこのマイカー線、下の部分ですねになる紐を通してからの方がいいと思います。じゃあこれからねマイカー線展開しますので、ちょっと動画の方は止めます。はい、じゃあ下のねこの紐の展開終わりましたので、こちらの、最初にね、メーカーさんが縛っておいたこの白い紐をほどきます。はい、あでちょっとワンスパンぐらいね、ちょっと広めちゃいます。で、このね紐を通す向きが間違っていないかどうか確認します。それで、次に、一番頭の部分ですね、真ん中の部分を仮に決めちゃいます。よっこいしょ。この一番頂上ですね、この頭の部分を仮に決めちゃいます。あ、これはここが大体真ん中に来てますんで、これで仮展開しても大丈夫ですね。あ、これはこれで OK だ。はい、じゃあとはね、仮展開、このネットを最後のあのトンネルのね出口方向に向けてネットを展開していきます。動画の方は一回止めます。はい、じゃあトンネルの入り口終わってね、反対側ですね。で今ね、最後まで展開したんですがなんか竹志農場の寸法を測るのが間違ってたらしくてワンスパン前で止まっちゃいました。でどう引っ張ってもやっぱりワンスパン来ないんで、この縦のパイプのところでね止めないと止められないんで、ワンスパン前で止めます。おかしいなぁ、ちょっとね、巻き尺で18メーター測ったんですけどね、まあ一応、ネットが製造不良で、長さが足んなかったってことにしといてください。そんなわけねえか、メーカーさんに怒られちゃうからね、そんなわけねえだろ、お前、寸法間違えたんだろうって言われちゃうからね。これでね入り口と出口が、縛り終わりました。この縦のパイプにね、で、このまま重量かかりますとこのマイカー線が上がってしまうので、このマイカー線をこの縦のパイプに止めていきます。その作業になります。動画の方はね一回止めます。はい、じゃあネットの裾をね、紐で縛っていきます。ご覧のように荷重かかりますと、網がね上引っ張られますので、これ裾上がっちゃいます。このままですとどん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 上がっていっちゃうんで、これをちょっと戻す方向でねこの縦のパイプに縛っていきます。まあ紐は何でもいいんですけどね、竹志農町はたまたま稲を束ねるバインダーの麻紐がありますんで、それを使います。で万が一ねこれ麻でできてるんで、畑に入っちゃってもね環境破壊にはならないんで、ビニール製の紐と違いますのでね、まあ、畑に使うものは、まあ、極力こういうものを使うようにしてるんですけどね、まあ、その場その場で何種類か紐がありますので、
それを使っております。はい、これで一箇所終了ですね。で、これ端から順番にやってきますと、どうしてもね、どちらかに寄ってしまうので、これ大体全体の長さ18メーターの約半分ですから9メーターですね。9メーターの場所を今縛りました。で、この次どこを縛るかっていうと、半分の9メーターのまた半分、そう、4メーター50ですか。そこで、また縛ります。ということで、半分は半分は半分でね、徐々に下げていく、そんなやり方をしたいと思います。動画の方はね、一回止めます。はい、キュウリのね、ネット張り終了しました。ちょっとね、足掛け2日ネットの規格が分からなくてね、間違ったものを買ってきちゃったっていうアクシデント付きでしたが、足掛け2日でね、ネットの方は無事張り終わりました。お付き合いありがとうございました。